30キロの壁壊したくないですか？本日はですね、30キロ以降の失速を防ぐ方法ということで動画を撮っていきたいなと思います。30キロの壁っていうところで少し動画を撮っていくんですけど、まあ、基本的には自分の実体験ベースに自分なりにこう知識をもとに少し動画を撮っていきたいなと思います。はい、ということで今回の記事に関してはまずなぜ30キロの壁があるのか、なぜ起こるのか、でその原因ですね、で具体的な改善策っていうところでお話をできればなと思います。はい、早速なぜ失速するのかというところなんですけど、まあ、簡単に言えば疲労だと僕は思ってます。まあ、体が疲労してるから走れなくなるんじゃないかと。でじゃあ疲労っていうのがどういう状態かっていうと、疲労しているっていう状態は体の中では、まあ、エネルギーが生み出せないのと、実感としては、まあ、バネ、体のバネですね、ここがうまく使えてないみたいな感覚があります。まあ、僕の経験上だとそんなところかなと思ってます。エネルギーが生み出せないから疲労する、まあ、あのマラソン後半で失速しているって感じるのはやっぱりエネルギーが枯渇しているパターンと、バネ感がなくなってるっていう感覚が僕の中ではあります。実際にエネルギーが枯渇しているかどうかはちょっと分かんないんですけど、まあ、明らかにね、こう30キロ前後ではまんないレースとか、まあ、うまく練習できてなかった時に出たレースなんかは、急に30キロでスポッとね、なんかがね、自分がこうなんか糖質をこう蓄えてる貯蔵庫みたいなのが一気にカポーって取られたみたいなイメージになるぐらい、あれなんか一気にこう体がズシーンとくるなみたいなことが多々あります。なので、まあ結構僕自身としてはエネルギー枯渇したなっていう感覚、あとはまあバネがなくなったなっていう感覚はすごく30キロの壁で感じます。じゃあですね、この失速した時、30キロの壁っていうのは体の中で何が起こっているのかというところなんですけど、まあこれね、ちょっと僕自分なりに解釈してみると、さっき言ったように症状はエネルギーの枯渇、あとはバネが生まれないってところなんですけど、まあ基本的にエネルギーの枯渇に関しては、まあ、ランニングってやっぱりあのエネルギーを使って体を動かしているので、まあ、エネルギーを消費します。エネルギーを生み出すのは基本的には筋グリコーゲンですね、筋肉の中に蓄えている糖質、これが、枯渇する、ランニングをずっと続けることによって枯渇する。で、結局筋肉がこう、糖質エネルギー源になるものが枯渇すると、筋肉がうまく動いてくれない、筋肉の、まあ、収縮の抑制が入るのかと。まあ、これが、あの、30キロの壁に感じた時なんじゃないかなと思っております。はい。で、二つ目に関して、バネが、生まれないと。まあ、このバネっていうのは、まあ、基本的にこう、結局、身長収縮サイクル、SSC と呼ばれるものなのかなと思うんですけど、この SSC っていうのは、主動作の前に伸長する、伸びることによって、主動作、縮む方向のパフォーマンスが上がるという内容になります。まあ、ランニングで言うとハムとかお尻の筋肉が着地した時に、しっかり股関節が屈曲してくれると伸ばされて、それが短縮するっていう状態で、しっかりと股関節屈曲伸展してあげると、まあ、主動作縮める方なんで股関節を伸展させる方なんですけど、まあ、この時にまあ、しっかりと屈曲が入ることによって、パフォーマンスが上がると言われております。で、このじゃあ、ランニング途中に、この、バネ感がなくなるっていうのは、結局股関節をうまく屈曲できないから、正しくバネがもらえないような状態になっているのかなと思います。まあ、もしくは、重力にそのまま逆らわなければ屈曲すると思うんで、押し返す力が結局ない。結局のところは、だからエネルギー消費したことによって、筋肉の短縮が入ってくれないから、筋肉の収縮が入ってくれないから、うまく押し返せなくて、バネが出ないっていうところなのかなと思います。まあ、なので、まとめると結局こっちも一緒で、ランニングでエネルギーを消費してしまって、筋肉のグリコーゲンが減ってしまって、筋肉のグリコーゲンがないとエネルギーがうまく生み出せなくなるんで、筋肉がしっかりと跳ねてくれないようなサイクルになってるのかなと思います。
はい、ということで今原因を少しまとめてみたんですけど、じゃあこの対策ですね、対策に関してはですね、筋肉のグリコーゲンを枯渇させないっていうのが、まあ、必要になってくるのが一つですよね。でじゃあ元々の筋肉のグリコ筋グリコーゲンの貯蔵量を高くしちゃえばいいんじゃねというところですね。筋肉のグリコーゲンを蓄える能力を高める、あとはまあ対策としては枯渇しないようにつどつど投入する、まあこれがまあ基本的にはエナジージェルとかの効果になってくるかなと思います。3つ目が。でもう一個、脂肪の利用能力も合わせて高めるっていうのが大事になってくるかなと思います。エネルギーを生み出すことができると言われております。ただ効率はやっぱり糖の方がいいんで、基本的には糖、そのサブみたいな、脂肪を使うっていうのはサブ、あくまでサブみたいな感じが一番理想なパターンなのかなと思います。結局こうどっちを使うっていうよりは、こうどっちもこう使いつつどっちもこう使ってるみたいな、でまあ糖の方が利用しやすいから糖をいっぱい使うけど、最終的に糖が使えなくなってやばいこいつ動けんってなって脂肪をちょっと頑張って使ってくるみたいな、これがマラソン後半なのかなと思うんですけど、後半に脂肪をたくさん使うようになるってことは、脂肪の方が酸素に対する割合は良くないと言われておりますので、呼吸が上がる、必要な酸素量が増えるんで呼吸が上がったりするんじゃないかなと思われます。まあそれだけ、ね、たくさん酸素を取らないと、酸素いっぱい入れないといけないというところもあるので、というところって、基本的には糖質をいかに枯渇させないかと、糖質をいかに多く蓄えれるかに、そこにサブ的に脂肪の利用能力も合わせて高める必要があるっていうのが基本的な対策になるのかなと思います。まあ、今回はですね、トレーニングメニュー少し具体的に話していくんですけど、枯渇しないようにつどつど投入するとか、まあ、食事面でこうグリコーゲン糖質をたくさん蓄えるっていうのはちょっと話はちょっと置いておきます。まあ、グリコーゲンを蓄えるとかカーボローディングみたいな話はちょっと今回は置いておいて、まあ、トレーニングにこう焦点を当ててちょっと話してみたいなと思います。で僕自身もですね、結構30キロの壁って感じるんですよ。直近で言うと群馬マラソンに関しても25キロとかそのぐらいだったら全然余裕だなと、35キロから一気にこの手段抜け出そうみたいな感じで走ってたのに、30キロ超えたぐらいから急にこう貯蔵庫持ってかれちゃったみたいな感じで、あれーみたいなさっきまで余裕だったのに急になんかヘロヘロになっちゃったみたいな感じになった経験もあります。群馬マラソンなんかはそんな形で、もう後半もうヘロヘロになってました。まあ自分自身もですね、いろいろと研究や試行錯誤、トレーニングメニューを見直したりして取り組んでいるんですけど、まあ、そういったところをですね、今回少しだけ、僕なりのこう今現時点の解釈と対策、具体的トレーニングメニューっていうのがですね、なんとなく定まってきているというところで紹介したいなと思います。トレーニングに関しては3つですね。はい、1個目、最後まで潰れないロング走、40キロ走とかですね。で結局のところ週間走行距離、月間走行距離大事で、高強度のトレーニング入れる、つまり結論バランスよくトレーニングしましょうっていうのが結論になるんですけど、まあ、結構この僕のチャンネル見てる方とか、まあ、30キロの壁とか考えてる方ってこう、まあ、マラソンにこう熱心な方が多いかなと思うんで、まあ、結局のところこうしっかりとどれだけトレーニングをボリューム多く、バランスよくできるかっていうところに行き着くんじゃないかなと思います。うん、ということで一つずつちょっと話していくんですけど、40キロ走は、はい、40キロ走ですね、こちらはですね、効率よく、グリコーゲンの貯蔵量を増やすことができ、かつ脂肪の利用率も高めることができると、はい、そういったトレーニングになります。まあほぼフルマラソンの距離だし、まあここで言う40キロ最後まで潰れない40キロっていうのはあくまでジョグではない、ただレースではない、この微妙な中間の40キロ走というところで、まあ非常にレースに近いようなグリコーゲンの枯渇感を感じながら、最後には脂肪をうまくこうブレンドしながら走り切るっていうのが40キロ走になるのかなと思います。まあ、またですね、月間走行距離とか週間走行距離っていうのも筋グリコーゲン量の貯蔵とか、あとは脂肪利用能力を高める
っていうところには結構必須なポイントになってくるようです。考えてみればそうなんですけど、月10キロしか走んない人と月100キロ走ってる人だったら、やっぱり100キロ走ってる人の方が脂肪利用能力とか貯蔵量、糖の貯蔵量も上がるし、まあ長距離としての適性はやっぱ高くなるしっていうところで、走行距離がやっぱ少ないっていうのはやっぱどうしても糖の貯蔵量だったり脂肪の利用能力は高まっていかない。なので、まあ、週間走行距離上げていくっていうのは大事になってくるのかなと思います。でちなみにですね、走行距離に関しては怪我をしないとかパフォーマンスが落ちないのであれば二部練習とかでも結構いいらしいです。なんですけど、まあここに関しては結構第一優先はやっぱり40キロ走とか質の高い、ある程度しっかりとしたロングかなと。できない人とか、それだけでは足んない人、まあ、どっちかというとそれだけで足んない人っていう方がニュアンスとしては正しいかもしれない。で最後、高強度トレーニングなんですけど、基本的に高強度トレーニングっていうのは糖を多く使って走るトレーニングになるんで、糖質を多く使うトレーニングっていうのはやっぱ高強度トレーニングっていうのはいいのかなと思います。まあ、糖をしっかりと使える体にするっていうのは大事になってくるかなというところでございます。というところでまとめると、ロング走ですね、しっかり長めのロング走、長め、しっかりとある程度質も担保できる、ロング走で、結局のところ走行距離、月間走行距離で、高強度のトレーニング、つまりバランスよくトレーニングを多くやるっていうのが大事になってくるんじゃないかなと。はい。ちなみにこの高強度トレーニングっていうのはですね、結構、まあ、マラソンシーズンが近くなるとなかなか入れれなくなってくるのかなと思います。結局こうバランスなんですけど、レースが近くなるとマラソンペースだったりロング走の方が比重が大きくなるんで、どうしても高強度なトレーニングって入れづらくなってくると思います。これがですね、多分気分けの考え方なのかなと思います。バランスが大事なんだけど、この比重をいじくるみたいな感じで、で高強度トレーニングっていうのは確実に大事なんだけど、レースが近くなるとなかなか入れづらいと、それよりも大事なトレーニングが入ってくるしというところで、じゃあ高強度っていつやるんだって言ったところで、気分けの考え方が大事になるんですけど、まあ、このあたりに関しては丸尾製作所ランニングクラブのオンラインクラブというのがありまして、そちらの方では気分けを少し意識しながら皆さんにトレーニングを立案させていただいております。高強度トレーニングいつ入れたらいいか分かんないとか、距離走の設定ペースでどう考えたらいいのか分かんないとか、そういった方がいらっしゃればですね、ぜひオンラインクラブの方に入部していただけるといいかなと思います。概要欄にリンクは入れておきます。ということで今回は30キロの壁を克服する方法ということで動画にしました。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。